こんにちは、パンゾーです。今日は自家製酵母で作るスコーンのお話をしてみたいと思います。タイトルは自家製酵母を使ったスコーン、毎日食べたくなっちゃうように上手に作る3つのコツっていうのを、お話ししていきたいと思います。自家製酵母のパン作りをしたことがある方向けのちょっとね中級編になるかと思うので、聞いていただきたいと思います。まずですね、スコーンっていうと、ベーキングパウダーを使うっていうのがね、まあ、一般的かなと思うんですけれども、ベーキングパウダーとね、どういうふうに違うのかっていうことですね。膨らます、まあ、粉としてベーキングパウダーを使うんですけれども、その代わりに自家製酵母を使っていくっていうことになります。で、どう違うのかっていうことをね、よく聞かれるんですけれども、まあ、それちょっと別の動画でまたお話はしていますが、簡単に言うと食感が違うんですね。ベーキングパウダーだとサクサクっとしたお菓子っぽさが残るんですが、天然酵母で作ったらね、ふんわりとちょっとなパンに近い感じっていうんですかね、ふわっとしたスコーンが出来上がります。でこれはね、作る過程にも関係してきますので、発酵っていうことですね、酵母を使うので発酵という過程が出てくるので、ここでふんわり感が出るっていうことになります。で次に見た目も少し違ってきます。ベーキングパウダーの方がね、焼き色が割と出てきて、サクサク感、さっきもね食感のことで言いましたが、サクサク感があります。で天然酵母はね、やっぱり見た目もふわっとした感じに見えるので、やっぱパンに近い感じ、お菓子っていうかよりもパンに近い感じに見た目もなっています。そして、次に3つ目のね違いとしては香りですね。ベーキングパウダーで作ったスコーンは昔ながらのね、お菓子っていう香りがするんですね。どういう香りだっていう感じなんですけど、これはねもうね比べてもらえばすぐ分かるんですけど、本当にお菓子っていう感じの香りなんですね。小さい頃からこう食べ慣れてるクッキーみたいなお菓子の香りがするんですけれど、天然酵母で使うとね、そういう香りじゃなくて、ふわっとしたこう小麦の香りっていうんですかね、いいふんわりした香りがしてくるので、あんまりねバターも入れてるんですけど、バターの香りとか乳の香り臭さがなくって、ふんわり感のあるなんか優しい香りがするっていうんですかね、はい、そんな感じで香りも違ってきますので、本当にね別のものというか、まあ、同じスコーンなんですけど、膨らます、ね、素材によってこんなにも違うのかっていう感じが、はい、します。そして、自家製酵母でじゃあね、スコーンを作るにはどういうふうにしたらいいのか、上手に作るにはポイントは何なのかっていうことをね、今日はお話ししていきますが、3つのコツっていうことで、3つに分けてお話をしていただきたい、していこうと思います。はい、まず1番は、元種を使うっていうことですね。まあ、発酵種、パン種を作ってから、ストレートで使わないで、必ず発酵種を作ってから使っていくっていうことがおすすめします。はい、スコーンはね、だいたい水分として牛乳を使うことが多いんですけれど、その、まあ、良さをね生かしたいので、ストレートの液じゃなくって発酵種を使っていくってことをやります。まあ、うちのレッスンでは牛乳じゃなくて豆乳を使って、やることが多いんですが、牛乳でもねいい香りが、まあ、乳の香りが残りますので、牛乳を使っていただくっていうことでもいいと思います。はい、そして、ポイント2番目ですね、2番目のコツとしては薄力粉を使うってことです。パンだとねどうしても強力粉っていうイメージがあるかと思うんですけれども、この場合は薄力粉を使っていただくってことですね。ベーキングパウダーでも薄力粉を使うと思うんですけれども、天然酵母の場合でも薄力粉を使っていくということになります。はい、そして3つ目、ポイントの3つ目は手早くまとめるってことです。これはねグルテンをあまり出さないようにちょっとサクサク感を出したいので、こねないで軽くまとめていくっていうことをおすすめしています。はい、
まあこねないっていうことになるとね、簡単に楽に作れるっていうイメージもあると思うんですけど、まさにその通りで、とてもねスコーン楽で楽しいっていう方もね多いので、天然酵母を使ってスコーンを作るっていうと、お気軽に作れるっていうことになってきます。はい、そしてですね、自家製酵母のスコーン食べた感想とね、ちょっとお聞きしたことが、いろんな方に食べていただいてお聞きしたことがあるんですけれど、ベーキングパウダーと比べてねどうですかって言って2つね用意して食べていただいたら、あのベーキングパウダーがね好きっていう方と天然酵母が好きっていう方とね分かれるんですね。でそれはあのサクサク感が好き、お菓子っぽい感じが好きっていうのがあのベーキングパウダーの方で、自家製酵母が好きっていう方はやっぱ香りですね、ふわっとした感じで、香りが残るので好きっていうね好みの問題だと思うんですけど、そういうふうにね分かれるっていうことが分かりました。はい、でこのね、さっきのコツ3つのコツを意識していただくと、割と、天然酵母でもサクッとした感じでお菓子っぽくは作れますので、やってみていただけたらと思います。はい、ではまとめに入ります。いかがでしたでしょうかね。スコーンといってもねいろんなタイプがありますので、いろいろ楽しんでいただければいいなと思うんですが、その中の一つとして、自家製酵母、天然酵母で作ってみるっていうね選択肢もあってもいいのかなって思います。はい、素材の良さを生かしながらね、気軽に食べられる、作れるということなので、3つのポイント今日お話ししましたが、1個目は元種を使う、2つ目は薄力粉を使う、3つ目手早くまとめるっていうことを意識してやっていただけたらと思います。はい、私が前にねショップで売ってた時もスコーンってね結構人気がありまして、その時のスコーンはお砂糖使わないで甘酒入りで、あっさりとしたシンプルなね味わいだったんですけれども、結構ねリピーターの方が多くて毎月注文してくれたりしてたので、人気の商品でした。はい、ぜひね作ってみていただけたらと思います。はい、今日は天然酵母、自家製酵母で作る、スコーンのお話をしてみました。それでは